はい、3回目です。まあそこそこ、まあケース20万超える商品ですからね。まあそこそこいいと思います。まあプレシャスの比重をどう考えるというところでしょうか ね。日本だとちょっとサインサインサインとなっちゃうとね、サインばっかりだとあれかもしれないですからね。まあこのプレシャスでいい選手を引いた方が高いような気がします。はい、じゃあ、カードの分配はデータ順で、データ1分け分け形式です、カードの出る位置、出現位置とお客様のハンドルネームを抽選して紐付けして決定いたします。また、今2回ね、開催しましたけど、サイン6枚パターンでした、両方、1個ずつありました。その場合は、6枚の場合、1番のお客様ですね、ボックス1の1となってますけど、まあね、2の1、3の1ありますけど、まあ開ける順番にもね、よりますけど、もしボックス1の方でサインが6枚出た場合は、ボックス1の1のお客様が、サインカード2枚になります、一番上のサイン2つですね。で3枚目のサインから1の2のお客様で下に向かっていく形式です。で、プレシャスはまあ基本1枚でしょうけど、2枚出た場合もプレシャスは PM のお客様になります。はい、じゃあ抽選いきます。まずカードの出現位置の方、1と1の2は振り直しです。はい、よいしょ、疲れてきた。はい、1と2で3回。はい、じゃあ3回いきます。1、2、3、3タイムになっております。トップがボックス3の2、ボトムが1の5。はい、まずこうですね。で、次お客様のハンドルネーム抽選します。はい、振ります。よいしょ。はい、5と1、6回。はい、じゃあいきます。1、2、3、4、5で6回目、6タイムになっております。はい、トップ NK53、 ボトム KG で貼り付けます。はい、 BGB687 インペカの3回目です。本日3回目、ボックス3の2 NK53、 ボックス2の5 NK53、 ボックス2の1山田、ボックス1の3空手、ボックス1の2トム、ボックス3の3 YMM、 ボックス2の3 GP、 ボックス3の5 KT、 ボックス1の4 CFB、 ボックス2の4コン、ボックス1の1 FK、ボックス2の2 TSK、 プレシャスメタル和夫さん、ボックス3の1 K の39、ボックス3の4ナンバー8、ボックス1の5 KG となります。はい、3ケース目です。プレシャスがね、もうちょっと跳ねた選手がいないかなね、ルーキーのいいところを引きたいですよね。よいしょ、よいしょ、これでちょっと待ってね、出しちゃった方が早いなと思って、1、2で3ですね。はいはい、2で1。はい、じゃあ1番いきます。はい、デコイです。店頭でもボックス販売してますけど、もちろんあの
持ち比べとかはうちは禁止です。はい、ちゃんとやっております。じゃあまずベースカードはマイカですね。ジョージマイカベースになってるんですね。でこうですね。で3位1枚目ドリアン・フィニー・スミス、レアキャラ、ヨギーとかと一緒ですかね。16-25。はい、知ってます。去年どうだったのね。はい、パラレルオートです。まず1枚目で2枚目が、おここでブログドン来ちゃう。63-99ブログドン。さらに2枚目で3枚目ダレン・コリソン、これが3枚目で4枚目レデンプション、おおマレー、マレー君だ、ルーキーオートジャージのマレー。はい、これが4枚目。やっぱ3、6あんのかな。やっぱりね、1、2、3、4ですもんね。で、5、はい、ゴードン・ヘイワード、49-49、これが3位5枚目です。なので6枚ありますね。で一番下パスカル君でした。さっきはパラレルでしたけどね。50-99で先に下を紹介しておきます。ポルジンギスの8-10とデローザンの16-99で3位6枚です。はい、ドリアン・スミスさんとブログドンさんは、ボックス 1-1FK さん、サインカード2枚です。はい、で 1-2 トムさんがダレン・コリさんで 1-3 ってことで空手さん、マレーです。はい、で 1-4CFB さんがゴードン・ヘイワードで1-5がパスカル。はい、はい、で2箱目です。ケース1、6枚パターン必ずなのかな、どうなんでしょうね。はい、プレシャス入りです。はい、プレシャスは後で開けます。プレシャスは PM 和夫さんですね。こっちですね。はい、じゃあまずベースカードはおひげ51-99で、サインカード1枚目、ハーシー・ホーキンス。レジェンドですか。セブンティシクサーズ。ね。94-99。で、2枚目、泣き顔キャンピングです。ベン族っていうね。はい。33-49。これ2枚目で、3枚目はレデで、おう、サリッチです。ルーキー用とシルバー。25シリカーナサリッチです。これが3位3枚目。はい、サリッチです。で、4枚目。ドラモンド。88-99。はい。で、5枚目。おお、クリスです。クリスの25枚限定です。まあ、いいですよね。デザインもいいし。13-25でサイン5枚です。ですのでクリスは2-5のお客様、 NK53 でサリッチは2-3になります。 GP さんですね。でデローザン、デローザン、はい、プレシャスやります。まだゴールドラベルが使えてます。はい、どっちだろう。
こっちだ。はい。お、この顔は。お、16の16。ピッペンでまたずれてる。これずれちゃう。ずれちゃうもんな。で、普通にあの、浮いてるというか、あの、なんつうか、乗っかってるだけっぽいっすね、なんかね、これ。いわゆる、取って、売れちゃう。取って売れちゃうっていう、可能性。逆に、あの、取り外しできない、できた方がっていう、あれがあったんですかね。どうなんだろう。これ売っちゃって、カードだけ取っときたいっていう人いるんですかね。金とかだと。まあ、シルバーもそうですけど。どうでしょうね。はい、ピペンです。あと、まあ、はい、店長納得1枚です。PM 和夫さんです。ピペンのプレシャスメタル。はい、おめでとうございます。で、3個目。サリッチ出て、マリエ出て、まあ、ルーキーもまあまあまあ、だと思います。まあ多分300以上は普通にするでしょう。ねえ。はい。で、これですね。よいしょ。まあ、サインもそうだけど、プレシャスメタルの旅のプロダクトかもしれないですね、これはね。じゃあまず一番上、コビングトン。はい。で、3位はモンクリフ、レジェンドですね。まあ、レジェンド1、2ぐらいはケースでいますね。はい。で、2枚目が、3位2枚目、1の10のガリナリ君。はい。で、3位3枚目、例で、おう、スカル君のルーキーオートジャージのシルバーだから、25シリだとパッチになってるかも。というところです。スカル君。はい。これ3枚目。おう、4枚目。はい。イングラムです。99の19番。このままサイン5枚だと、3の4のお客様ですかね。はい、ちょっと待ってくださいね。で、ここが3位3号最後です。ズバッチ君、20の25。はい、これ多分ね、ジャージナンバーの中でパッチなんだと思います。一色ですけど。はい、ここが3の5で確定です。ズバッチ3の5 KT さんで、イングラムが3の4、ナンバー8さんですね。で、スカル君が3の3で YM さんですね。で、最後、ベースカード、フレジャーと、王子ですね。はい。で、ベースカードのこちら、ね、はい。これは、普通に分配となります。抽選後のもので、分配していきます。よいしょ。じゃあこれで3回終わりました。まあ悪くはないと思います、全然。はい、ノアールのがきつかったような気がします。20万超えですからね、あっちはね。はい。まあ初めの価格で粘っててくれればと思いましたけど、かなり落ちてきちゃったんですね。全然これの方がやっぱこのプレシャスメタルの比重はでかいと思います。まあ、これだと思います。はい。じゃあ、3回目終わります。はい、ありがとうございました。